ポルトガルによるアメリカ大陸の植民地下では大航海時代におけるポルトガル王国の植民活動のうち新世界における活動について説明するポルトガル王国は15世紀のヨーロッパ人の世界探検において先駆的な国であった1494年のトルデシラス条約によって新世界はスペインとポルトガルの領域に分けられたポルトガルの植民地は 南アメリカの一部を占めたが、現在のカナダにあたる北、アメリカへの入植は失敗に終わった。ブラジルの歴史ポルトガル植民地時代も参照インド航路を目指していたポルトガル王国の探検家、ペドロ・アルバレス・カブラルは1500年4月22日にブラジルに到達し、現在のポルトセグロに上陸した。英は1532年にサンビセンテとピラチンガが建設されるまでは、 行われなかった。だが、一時的な交易地はそれよりも前に、占領として用いられる、パウブラジルを集めるために作られた。永住により、マデーラ諸島からもたらされた、砂糖キビ産業が成立し、多くの労働力が必要とされたことから、アフリカから多くの奴隷を輸入することで労働力の需要を賄った。1549年に、初代ブラジル総督、 トメデソー座が派遣され、諸星人の湾に、首都サルバドール・ダ・バイーヤが建設された。同じ年、イエズス会の会士が初めて、ブラジルを訪れた。1556年に、フランス王国のユグノーの入植者が南東部のグアナバラ湾に、南極フランス植民地を建設していたが、1565年から1567年の間に、第3代のブラジル総督、メンデサーは、 南極フランスの破壊に成功した。メンデサーとその家スタシオデサーは1567年3月にリオデジャネイロを建設した。1580年にポルトガルではアビス町が断絶し、アブスブルゴアサスペインと同訓連合を結成したが、スペイン時代にもフランス人のブラジル侵入は続いた。1612年にフランス人はマラニョンにサンルイースを築き、 赤道フランスを建設したが、赤道フランスも南極フランスと同様に、ブラジル人の攻撃によって破壊された。1621年に、オランダ西インド会社は、サルバドール・ダバイアを占領し、続く1638年から1640年に、マニ、オランダが、ブラジル北東部をレシーフェを首都として支配した。 1640年にブラガンサーサの下でスペインから独立を回復したポルトガルは1646年にブラジルを広告に昇格してブラジル人のオランダへの抵抗を刺激し1649年の第二次グアララペスの戦いで決定的な勝利を収めた1654年までにオランダは降伏し1661年のハーグ講和条約で ブラジル全土とアンゴラがオランダからポルトガルに変換された。オランダの攻撃の最中に、奥地には、キロンボと呼ばれる、逃亡国人奴隷の独立国家が多数形成された。ポルトガルの植民活動は、当初北東部の沿岸を中心に進んだが、17世紀から18世紀にかけてのバンデーランテスによる探検の進展の結果、南東部や奥地が各地と結びつけられ、 初歩的な市場と経済的一体感が形成された。バンデーランテスは1696年にブラジルの最大のキロンボだったキロンボドスパルマーレスを滅ぼし、またバンデーランテスの探検活動とそれに伴う領有の規制事実化は理論的にはスペインのペルー副王領の領域だったアマゾン流域の奥地の実質的な領有が実現した。一方南部では 1680年にポルトガル人がトルデシアス条約で定められた境界線を越えてラプラタ川の東岸にコロニアドサクラメントを建設したことをきっかけにブエノスアイレスのスペイン人とのバンダオリエンタルをめぐる構想が始まったバンダオリエンタルをめぐる両国の構想は1750年のマドリード条約によってポルトガルがバンデーランティスの征服によって 領有を規制事実化していたスペイン領のアマゾン地域を獲得することで、ほぼ現在の領域が確定した。1808年のポルトガル宮廷のリオデジャネイロ、セント後、ジョアン6世はアルゼンチン独立戦争の混乱に乗じて18世紀を通して行われていた南方のバンダオリエンタルの征服を再開し、現地の実力者、ホセ・ヘルバシオ・アルティーガスを破ってバンダオリエンタルを征服した。 バンダオリエンタルはポルトガル・ブラジル連合王国のシスプラチナ県として再編され、独立後1825年にシスプラティーナ戦争が始まるまでブラジルの一部となった。戦争の結果、モンテビデオ条約により、シスプラチナ県はウルグアイ東方共和国として独立した。スペインと異なり、ポルトガルはアメリカの植民地を分割したものの最終的な独立までには統合した。 このことは現在のブラジルのほぼ全土に政治的、経済的な一体感を実現し、ブラガン酒の皇帝の求心力とともに、1822年の独立後、赤道連邦の判乱やファラーポス戦争のような分離運動がありながらも、ブラジル帝国が複数の国に分裂することにならなかった要因の一つとなっている。1519年のポルトガル領北アメリカの地図。 1501年と1502年にコルテレアル兄弟がニューファンドランド島とラブラドルを探検し、ポルトガル領と宣言した。1506年、ポルトガル王マヌエル一世はニューファンドランドのタラ領主に対する税を作った。ニューファンドランド及びノバスコシアのジョアン・アルバレス・ファグンデスの植民地は5年で放棄された。ありがとうございます。